はい、ブロンコドクロサワです。ここはね、結構な傾斜とふかふかな土があります。どっちでもいいですよ。後ろ当たります。はい。スパイ取った。ギリギリ。やり直してください。これやり直しますか、姉さん。はい、やばい。後ろ、大丈夫です。バックスパー振り曲がってこない。
なんか佐藤さん大丈夫なの、変な角度になってなんかすごいですね、あそこも地味にあの変な段差なんですよね、変な角度になってます、そう。あそこなんか油断して間違えるとやべえとこですね、そう、やべえとこ、そう、やべえとこ、お、超密教系
さん来る？行きますよ。俺の登れるかな。ゲレンデですよ。ここまでは、いや、そこまでは、ここまでは移動してもね。右ですか。右も行く。俺が登りたいんじゃないんだよな。これですか。大丈夫ですか。リンクある。大丈夫しました。あるある。エアパンパンできました。あ、本当。3キロね。じゃあガーって行くかい。大丈夫、オープンで上がれるから。大丈夫。やばいな。言いたい放題。大丈夫。言いたい放題ですね。言いたい放題。最後つらかった。デフロック入れるよ。やべ、終わったと思いましたよ。デフロック入れた方がいいですよ。入れなきゃダメですよ。いや、登るかな。誰も右に行ってくんねえっす、庄司さん。いや、右いいよ、別に。右行ったの？俺は右です。じゃあ右行くよ。じゃあ右行くよ。デフロック入れるよ。もちろん。右行くんなら降ります俺。そこに。一番いいところ。一番いいところ。右ルート。みんな右だったんですからね最初。そう。本当は右の右だった方がいいけど。佐藤さんに戻ってもらって右やってもらわなきゃ。佐藤さん右やって。